自偶とは、自己虚勢のことで、自らの意志で、虚勢手術を受けること。特に肝官制度が盛んであった中国において、肝官として就職するために、自己虚勢することを指す場合が多い。中国の自偶肝官の始まりは、春秋時代の樹で、生の観光の高級の管理を願い出て、自己虚勢した。宦官の供給源は、隋代までは休憩を受けた罪人が主流であったが、 宦官,官が重く用いられて、その出世が注目されるようになると、就職のための自偶志願者が続出するようになり、当代には休憩が一旦廃止されるまでになった。五代十国の一つ南韓国は、特に宦官,官を徴用したことで知られ、過去の成績優秀者は、まず自偶させてから登用したほどであった。最後の皇帝。 流暢の時代には、総人口100万人に対し自宮観官が2万人も、いた。秋夜には、休憩が復活したものの、観官の主な供給源は、自宮で、観官の数は、約10万人まで増加した。公明実録によると、1612年に政府が、観官の補欠3000人を募集したところ、自宮して応募した者が2万人に達し、 自偶した者の不合格となった虚勢者たちが生活のために追いはぎなどを働き、社会の不安定要因になったので、急遽募集人数を4500人に増やして、救済したとされている。寝台には、休憩は再び廃止され、看板はもっぱら自偶した者が当てられた。本人の意思で虚勢した者のほか、親の命令で、少年時代に虚勢手術を受ける者も多かったという。 信頼末期には、低級管理である七品間の失語家と小刀、小党、竜のニアが、政府公認の手術後や、少々を開いていて、そこで、トースタクミが、虚生手術を受け負っていた。ここでの手術の方法については、19世紀後半の、イギリス人の研究家ステントが1877年に、チャイニーズユニックスと題して発表した記録が、残されている。 それによると、裸にした、自偶志願者を、オンドルの上に座らせ、トースタクミの弟子に体を押さえつけさせてから、トースタクミが、やや反り返った形状の刃物で、根元を緊迫して勃起させた、断性器を、麻酔もなしで切り落としたという。術後は、出血を熱した肺で止め、尿道に、金属の線をして尿道が塞がるのを防いだが、傷口は縫合されることもなく紙で包まれるだけで、あった。 3日後に、尿道の線を抜くまでは水を飲むことも禁止され、傷が家で起き上がるまでには2ヶ月を要したとのことで、ある。なお、中国以外においては、抗ガの摘出や、陰道の切除だけで肝ガとして登用した例も、多いが、中国の時空は残された記録で見る限り、断性器すべてを切り落とす、完全虚勢の方法で行われていたようである。通す匠は、切断された。 断性器を腐敗しないように加工し、壺に入れて保存した。巨勢の傷が癒えてから、自偶死願者が肝胆として就職するときに、これを巨勢の証明として持参しなければならなかった。この切断された断性器は宝と呼ばれ、肝胆が死後、埋葬されるときは、棺の中に入れられたという。肝胆は、排尿も、生涯射んで行わなければならなかった。 これについては、侵害革命で中華民国が成立して、宦官制度が廃止され、資金上を追放されて、職を失った少年宦官に金を渡して、排尿の様子を観察したという記録が残っている。ありがとうございます。